こんにちは、土の子です。さあ、ポケタルの更新日、運営からプレゼントでメガスキルアップを受け取りましたね。これは何だろう、マンスリーチャレンジとかいうやつか。いや違う、マンスリーチャレンジ、なんかログインチャレンジみたいなのあってね、これかな。さらにピカチュウを受け取りました。ライフ5個、危ない溢れそう。ランキングの順位は5940位。やべえ、お金節約してやらなかったんだ。そういえばレベルアップとメガスキルアップ3個、マックスレベルアップ2個と。ピカチュウ、何のピカチュウだろう。マンスリーチャレンジの特典としてピカチュウマンスリーをもらうことできました。さらにマンスリーチャレンジが始まってますね。ライフ5個、15日以上でライフ5個、ピカチュウマンスリー、メガスキルアップ1個と。また同じマンスリーなのかな。あのポケセンのぬいぐるみみたいに毎月違うマンスリーピカチュウなの。さて、ポケモンサファリが来てますね。あ、でもフーディンとかだったらあれじゃない、新しいサファリじゃないかも。レベルアップバトルが登場。150までだね。開催期間は12日なので、いつも2週間だけど1週間になってるね。そしてタイプヌルが登場。お、カプブルルも来てるね。最強の仲間と挑め。これは挑戦期間長い。よし、行ってみましょうか。まずサファリは全部ゲットしてますね。再開、完全な再開催って感じでしょう。ということはやらなくてもいいね。またライフ消費なしが来てますね。ジュナイパーあたりで使った方がいいかな。さあ、まずはタイプヌルから行きましょうか。よし、お邪魔がね、ブロックらしいので、エルレイドを入れつつ、アップダウンと急降下。急降下はちょっとスキルレベル1だけどね。で、あとは沢村の弾き出す。なんかタイプヌルが入ってるっぽいので、沢村入れてやっていきましょう。のアイテム。さてと。まずは発動できるところはないか。ここはちょっとアップダウンの方だね、まずは。いけ、弾き出す。おお、やった。弾き出す成功。ただブロックが結構頻繁に来るな。ここはブロック崩しして、いいぞ。弾き出す。むむむ。ブロック崩し、ブロック崩し、おし。メガ進化して、わお。やられちった。弾き出す。弾き出す。急降下。いいぞ。もう、ここはアップダウン。よし。そんなに苦戦しませんな。残り手数は3。さあ、ポケモンゲットタイム。6からの 18%。スパブリセットやりましょう。どうだ？おお！ラッキー！まさかの。18% でゲットしちゃった。攻撃力70、ブロックオフ。稀に壊せないブロックを10個消す。すげえ！スキルで10個消せるってすごくない？その代わり稀にだからスキルレベル高くないとちょっと使えないかもしれないけど、メガ進化効果じゃなくてブロック消せるっていうのはすごいね。さて、それじゃあ、カプブルルも行くか。ちょっとお邪魔がわからないので、カプブルル、ノーアイテムで行ってみましょう。まあ、ヒドラのね、スキルレベル5、最後の力があるので、まあ、これを軸にっていう感じで。他にもね、氷の舞とか、あとは飛行、ガタメでもいいような気もするんだけど。ちょっと選ぶのがたくさんあるね。草タイプには。おっと、600、高い。まあ、行ってみましょう。まず、エルフーンが入ってる。で、壊せないブロック。そして壊せるブロック。やっぱりメガスタートは必須かな、最初ね。メガスタートして、いっぱい消せるやつ。あ、でもブロック除去系でも良さそうだね。ドドン。で、お邪魔は？あー、ブロック系か。ブロック大量系。なるほど。抜群取れるブロック大量系ってあったかな。なかなかの頻度だね。なるほど。ブロックだらけじゃねえか。
パプブルルはブロックか。 HP はどんぐらいだ。 2,3 万ってとこだね。そんなに高くなさそう。最後の力なんか発動できねえなこれ。なるほど。ちょっとこれでメガスタートを何にするか考えていきましょう。あ、抜群取れるのでウィンコ鬼氷の壊せないブロック系がありますね。これがいいかも。あ、それだったら氷固めの方がいいような気がするな。これだったら氷固め、迷うな。ただ氷が育ってないんだよね僕。ツンベアもバイバニラも中途半端に育ってて、どっちもね攻撃力がめちゃくちゃ低い、しかもスキルレベルが低いので、頬の送り火からのねコンボの方がいいような気がするな。これで行ってみようか。ちょっとあ、パワーアップ使えるね。ということはメガスターとパワーアップで手数残して捕獲率上げる、こんな感じでいいんじゃないかな。お邪魔ガードは必要ないもんね今回。お邪魔ガード使うときはね、手数プラス5使ってお邪魔ガードの効果を長引かせる効果があるんで使うんですけど、捕獲のみの場合は、手数プラス5を入れません。お邪魔ガード使うときだけ手数プラス5入れますね。なので5000コイン、5600コイン大丈夫だよね。これで多分そんなに難しくないはず。鬼ゴールは揃わない形でスタートですね。これは嫌だ。ちょっとここ揃ってほしかったな。ちょっと悲しすだ、これは悲しすですな。まあここはこうして、また揃おいおい勘弁してくれよ。アップダウンして、まあ揃いやすい形を作っておきたいな。まあでもこうするしかないか。いけードン。ちょ、思いのほかきついぜこれ。ここはちょっと鬼氷を揃う形、揃わない形。はあ、やっべ、やらかしてる。うわ、これ事故るな。これもまた揃わないもんね。ちょっとまずいな。しかも単発火力じゃどうしようもできないぞこれ。参ったな。あー、やらかしてる。やっべ、最後の力。いや、やらかしたわ、ほんと。うわ、最悪。ようやく揃ったと思ったら、いけおい、勘弁してくれよ、ほんと。嘘だろ、もう。運悪すぎでしょ。いや、これは絶対運悪かったって。鬼氷が揃わなかったらどうしようもないんだから。やべえ、何回もまた金かかっちゃうよ。いや、これ間違いないはず。大丈夫だよね。運が悪かっただけ。ね、運が悪かっただけだよね。ほら!これですよ。2個連なってるところを作っときたいので、まあ、素直にこういきましょうか。うん。オッケーオッケー。あとはまあこんな感じで。おし、いいぞ。こうですよ。こうして送り火。あ、でも結構きついね。いや、これなかなかやっぱり難しいね。送り火からの、送り火とかあんまり期待しない方がいいかも。ただこう綺麗になればだいぶ違うね。うん、まあまあ、ここもちょっとこういう風にして、あとは4マッチ以上あるか、これ4マッチ以上。微妙に4マッチ以上がない。いけ、最後の力、よし、勝てました。でも残り手数3だね。3って結構きついな。大丈夫かな。ポケモンゲットタイム。
2からの 20%。 あ、でも3残ったら 20% ある。お願いします、もうここで捕まってほしい、マジで。はっ、はっ、はっ、40ってきついな。ちょっと挑戦量が高いので何回か投げます。頼む。あー、よかった。何遍も投げてな、逃げられたらどうしようかと思っちゃった。いけましたね。なんとか、メガスタパワーアップでいけましたね。ただ、最後の力頼りな感じもあるからな。難しいとこですね。パワーアップを削って何回も挑戦するっていうのもありっちゃありだけど。攻撃力70でブロックベイク。壊せないブロックを時々5個消す。なんか今回ブロックなくし系が多いですね。マギアナちゃんとちょっと使っとかないとね。よし。レベル上げは僕はこのパーティーを上げました。底上げって感じだね。さあ、じゃあジュナイパーの方もね、節目をどんどんやっていきたいかなと思います。ということで、よかったらまた次も見てください。それじゃあ、土の子でした。